人が好きっていうのが多くて、注目の芸人になってて、タクロウさんとか、うん、ダンビラムーチョさんとか、カラシレンコンさん、タキヨンさん、あと日本の社長さんとか、空気階段さん、めっちゃ出てくる、アユテさんとか、ランジャタイさんとか、めちゃくちゃ好き。喋り出したら止まらないほどのジャニーズ一のお笑いマニア。今回はこちらの2つのポイントで原石横原さんを磨いていきます、うん、お笑い大好き大好きです、1週間のうちでお笑いに費やしてる時間をなんかフリップに書いていってくれたんよね。ちょっと手書きで、これすごい、めちゃくちゃ字が汚いんですけど、あ、細かい、こちらです。細かっ。ピンクのとこがちょっと、まあ、お仕事関係というか、うん、でまあ、ほとんど、まあ、ピンク少な月曜もうダンビラムーチョから始まってるやん。そうです、ダンビラムーチョさんから。ダンビラムーチョ始まりか。始まりですね、週は。面白いけどな、ダンビラムーチョもな。え、ルミネは？ルミネは寄席を見に行ったりとか、単独ライブ見に行ってんのか。これは見に行ってます、見に行ってます。これお二人のことの実際舞台で見たことあるんですか？あります、あります。あります、もちろんありますけど、正直そのあんまりそのもう知ってるんで、もう興味ないというか若手のまだ出てきてない人がいいんだよね。河合くんから見てこういうとこがやっぱり詳しいというか、お笑いマニアなってあるんですか？芸人に詳しいだけじゃなくてバラエティも好きなので、僕がダウンタウンデラックスに出て、うでこうフジモンさんにちょっとタピオカいじみみたいな感じみんななったんですよ。おでその時に僕がちょっとこうなんか一言言ったら、それ見てて、あの河合くんの一言で場が全然変わりましたよね。見方がジャニーズの後輩の見方じゃないんですよね。そのバラエティの笑いっていう部分での見方なので。すごい。それ見ないの？先輩のそれこそコンサートとかね。見ないですね。見ないというか、見る時間がないというか。確かに。もういや、ダンビラムーチョはどけよ。見る時間ないですよね。優先。いや、ダンビラムーチョさんの漫才見てるともう先輩のコンサート見てる暇がないですよ。はい、正直僕あの ABCD さんが歌って踊ってるとこあんま見たことないです。はい、飲み屋であるだけ。だから河合くんがこうテレビ出てるとこか、もうプライベートしかないですね。いや確かにね、俺が踊ってるとこあんま見たことないもんね。見たことないし、まあ、見る気もないですね。見ろ、はい、見ろ。1週間で芸人ラジオ8時間、ネタ鑑賞18時間、芸人